美和島城は、新潟県柏崎市にあった、日本の城。1973年8月1日に、柏崎市指定史跡に指定されている。追記念は不明だが、伊豆の豪族であった宇佐美氏が、南北朝時代の初期、越後守護職に任ぜられた、上杉範明に従って、越後に入った時に、築城したと言われる。江戸時代に、宇佐美貞助が書いた、 越後軍群などの軍記物により、上主は、宇佐美貞光とする説が広く知られている。う川の蛇行地点であり、また、支流との合流地点でもあったために、川が天然の堀を形成。当時としては、越後有数の規模であった、柏崎港とも近い上に、川で繋がっていたため、軍事は、もちろんのことながら、物資輸送の管理においても重要な場所であった。 宇佐美氏は、たびたび起こった、越後守護の上杉氏と守護代の長尾氏の、争いにおいては、常に噛みぎ方に組みしている。これは前出の通り、上杉家の随心であったためである。その後、宇佐美貞光は、長尾氏の進化となり、長尾影虎の軍師として活躍したとされるが、1564年、無本の疑いがあった、上田長尾氏当主の長尾正影と共に、 坂戸城近くの野尻池で歴史した。貞光には二人の息子がいたとされるが、謙信の後継者、上杉影勝は、宇佐美氏を礼遇したようであり、この歴史事件を境に、宇佐美氏は没落していくことになった。この他資料に見える上主として、美和島殿、美和島安一郎の名がある。宇佐美氏没落後は、前島修利助が上主となる。前島修利助は、 1578年の大盾の乱において、上杉影虎氏寺に回る。上杉影勝は、美ワ島城近くの旗持城の上昇、佐野清左衛門の城宛に、美ワ島城への警戒、美ワ島城から三立への物流の阻止、そして、美ワ島城を、どうしても味方に引き入れるように、との手紙を出している。このことから、美ワ島城の軍事的、 経済的重要性が高かったことが伺える。結局は、三立への物資輸送を船で行おうとしたが、佐野清左衛門の城の攻撃により失敗し、間もなく降伏、解除をした。乱後は、霧沢くしげるが入城在城領として、乱で没落した北条家の所領を与えられている。1598年の上杉家の合図違法に、従い、廃城となった。 以降は、昭和初期まで土塁などが残っていたが、河川改修や柏崎農業高校建築により、失われ、今は、高校敷地内に石碑と説明板があるのみとなっている。県の遺跡番号は、柏崎市ナンバー58。また、甲州武田市と幾度も、取り合いとなり、宇佐見貞光が歴史した野尻湖にある野尻城も、ビワ島城とも呼ばれていた。ありがとうございます。